ただいま。何してんの、そらちゃん。流行りのやつじゃん。あ、おかえり。て元気ないね。どうしたの？それが。え、お母さんたちが一緒に住んでほしいって？そうなんだ。今度転勤で地方方面になるって言ったら。じゃあ実家で一緒に住んだらいい。ってしつこくて。そういうことなら私は賛成だよ。親孝行にもなるし、何より節約もできるし。いやいや、俺は絶対反対。あんまり言いたくはないけど、俺の両親は毒親なんだよ。絶対空に何かしてくるに決まってる。私にとっても大事な家族なんだし、変なことがあっても平気だよ。それにこれを機にコウジと仲良くしたいのかも。空がそこまで言ってくれるなら。うん、私は平気。こうして私とコウジは義実家で同居することになった。数日後、いらっしゃい、サラちゃん。二人とも、俺たちのわがままを聞いてくれてありがとうな。これからよろしくお願いします。さあさあ、とりあえず荷物を置いて食事にしましょう。今日はごちそうよ。ご両親すごく優しいじゃん。心配して損しちゃった。いや、あの二人のことだし。コウジは疑っていたものの、ご両親との同居生活は何の問題もなく過ごせていた。のたが、資格ですか？そうよ、ソラさんって結婚前は不動産で働いていたでしょ。将来のこともあるし、今から不動産関係の資格を取っておいた方がいいと思って。ねえ、今なら勉強する時間だってたっぷりあるわけだし。不動産関係の資格ってどれもこれも難しくて、そんな気軽には取れなくてですね。だから今だったら時間あるでしょ。母さん、無理強いはやめてくれ。国家資格なんてあって困るもんじゃないんだし、取らせておきなさいよ。資格なんて本人が欲しいと思ったものを取るのがいいに決まってるだろ。母さんたちが決めることじゃない。私やってみようと思います。そーら、無理に取らなくていいんだよ。うん、確かに不動産関係の資格だったら取っておいても損はないし、それにお母さんたちが私たちの将来を心配してくれてるって思うし。そうそうなのよ。私たちは息子夫婦のためを思って言ってるな。何より、多少のことなら我慢するってコウジと約束したしね。全然どんな資格か取るな。まずは宅建から取ろうかと思います。この中で取るんだったらまだ宅建が現実的。こうして私はその日から資格を取るために勉強を始めた。とは言ったものの、日々の家事もあるし、それに同居中に働ける場所も探さないとだしね。資格に関しては将来的に取れたらいいや。勉強空いた時間でコツコツやっていこうっと。そうさ、資格の勉強はしてる？え、まあはい、ぼちぼちやってますよ。そんなマイペースで間に合うのか？もっと真剣に取り組んでほしいんだが。やることもありますし、これ以上時間を割くのは無理です。あーさ、資格取れなくて困っても知らないから。なんじゃありゃ、なんであんなにせかしてくるわけ？というか、そんなに勉強してほしいなら少しくらい家事やってよ。そんなことがあった翌日。ごめん、ソラ、今日から2週間家を空けることになっちゃって。仕事なんだし仕方ないよ。気にしないで。ほんとごめん。俺がいない間に何かあったらすぐ連絡して。絶対。おお、もう大げさだな。心配しないで。コウジも出張先で体壊したりしないでよ。って言って愛する夫を送り出したのが今朝。早速よからぬ気配を察知。お母さんたち何をしてるんですか？あら、サラさん、コウジの見送りは済んだな。いや、何、この部屋の鍵の調子が悪くてな、取り替えてるんだ。でもここって空き部屋って言ってませんでした？まあまあ、細かいことは気にしないで。俺たちはここで作業をしてるから、ソラさんはいつも通り管理をお願いできるかな。はあ、物置の代わりにでもする気かな。でも鍵って、数時間後。サラさん、ちょっとこっちに来てくれる？はい。え、この部屋を？そう、私たちからの日頃の感謝を込めてプレゼント。さあさあ、遠慮せず入ってみてくれ。なんか邪気を放ってるような。なんですかこれ。勉強机に資格の資料ばっかり。お母さん、お父さん、一体どういうことです？ズラさんがいつまで経っても勉強に集中してくれないから、ここにいてもらおうと思って。王子が帰ってくるまでの2週間だけだ。頑張りなさい。はい。え、ちょ、本気ですか？マジで開かないし、嘘でしょ。お母さん、お父さん、冗談はやめてください。開けてください。こんなことして何が目的なんですか？さっきも言ったでしょ、あんたがいつまで経っても勉強は
なことだと？お前が今から努力しておかないと俺たちの老後が楽にならないだろ。私たちのためって言ってくれたのは嘘で、自分たちの老後しか考えてなかったってこと？ふざけないで、今すぐここから出してください。あんたが資格の勉強を真面目にやってるのが分かったら出してあげる。はあ？あんたは宅建だけとか言ってたけど、それじゃ不十分。その机にある教材のものは全部取ってもらうから。勉強に必要なものは揃えておいたから、早く出られるように頑張るんだな。机、教材、大量の栄養ドリンク、眠気覚まし、おまる、使いかけのトイレットペーパー、スマホもベッドもなし。これじゃ完全に牢獄じゃない。絶対許さん、あの緑頭コンビ。数時間後、サラさん、勉強の調子はどう？お母さん、私が悪かったです。反省しました。まあまあ、それはよかった。これからしっかり勉強してくれたらいいからね。これから絶対頑張ります。ただ今はすごく具合が悪くて。お願いです、今日だけ病院に行かせてください。頭と腹と腰と背中と眉毛が痛い。おい、さすがに出してやった方がいいんじゃ。そうね、ソラさん今開けるから。そのまま実家に避難してて、あとは俺が何とかする。ガッテン、2週間後。母さん、父さん、ソラにした仕打ちの説明をして。ソラさんが勉強しないのが悪いんじゃない。そうだそうだ、俺たちのために資格の一つも取れないなんて親不孝にも程がある。はぁ、前々から嫌なとこはたくさんあったけど、もう限界だよ。家族にこんなことするなんて親どころか人間とも思えない。今すぐ同居は解消する。仕送りも絶対しない。あんたまで親不孝になるつもり？それでも男か、俺の息子か。行こうソラ。その後、私とコウジはコウジの職場近くに即引っ越し、義実家とは完全に距離を置いた。コウジからの仕送りがなくなったお母さんたちは仕方なくパートをしてなんとか生活しているらしい。ちったく、あの嫁が素直に言うこと聞いてりゃこんなことには。いらっしゃいませ。なんやかんやで3年後、私たちには子供も生まれ、私は不動産業に復職、コウジも出世し、以前より充実した生活を送っていた。かすみ、お買い物行こっか。行くー。ピンポーン。お母さん、そらさん、そろそろお買い物の時間でしょ。私たちがかすみを見ていてあげようか。いや、結構です、一緒に行くんで。悩みの種は尽きないもので、義両親のしつこいおせっかい焼きに困っていた。なんとかして私たちを実家に戻したいって魂胆が見え見えなんだよな。ほら、かすみちゃん、バーバと一緒にお家に行きたいわさよね。いや、バーバ息臭いもん。なんてこと言うの、このクソガキ。かすみ、ダメね、本当のこと言っちゃう。そらさまでなんてこと。ただいまって、また母さんたち来てたの？もういい加減にしてくれよ。はあ、どうせ仕送り目当てだろ。少しだけなら送るから、もう家に来ないでくれ、迷惑だ。私たちは別にそんなつもりじゃなかったけど、そこまで言うならもらってあげるし。嬉しさが隠せてないな。まあ、どっちにしても今後はここに来ても無駄だけどな。俺たち都内に引っ越すから。あ、そうそう、私も宅建と他の資格いくつか取れたんですよ。それで引っ越し先でも就職できたんで、一軒家を建てるんです。はぁ、なんで、そんなの私たちがあの時勉強を進めたおかげじゃない。そうだそうだ、俺たちの手柄も同然だ。一緒に連れて行け。俺さっき仕送りする代わりにもう我が家には来ないって約束したばっかりだよね。はい。その後、私たち3人は予定通り無事に都内に一軒家を購入、幸せに暮らしている。かすみちゃん、パパとお風呂入る？お母さんたちのことは知らないでいいや。